インディアンイエローの主成分、有機ンチン酸、インディアンイエローとは、インドのベンガル地方で古くから製造されていた黄色顔料のこと。あるいはその顔料の赤みを帯びた澄んだ黄色の色名。15世紀頃からヨーロッパにも輸出されるようになり、ヨハネス・フェルメール・ラ・フランドル派の画家を中心に愛用されたことでも有名。1735年から使われるようになった色名だが、 製造工程が動物虐待にあたるとして1908年以降、市場での取引が禁止された後も、色名は色を似せて調合された合成有機岩料に継続して使われている。インディアンイエローと呼ばれるこの鮮やかな黄色の岩料は、ベンガル地方の特産品であった。ベンガル地方の農家では、マンゴーの畑を飼料として、目牛を育て、その尿を集めて蒸発させることで費用改正の オイキサンチンさん、マグネシウム使用を主成分とする顔料を生成していた。こうした顔料を作り出すために牛たちは過度の栄養失調状態でなければならず、大半が展示を全うする前に衰弱死していたという。このような牛に慢性的な栄養失調状態を強いる制裁工程が知れ渡ると、インディアンイエローの製造と使用に対する非難が起こり、1908年以降、 市場での取引は禁止された。ありがとうございます。